クラリスロマイシン。クラリスロマイシンは、マクロライド系抗生物質の一つ。咽頭炎、変頭炎、慢性気管支援の急性増悪、肺炎、特に、マイコプラズマ肺炎とクラミジア肺炎、皮膚感染症、非結核性抗酸菌、レジオネラによる感染症の治療、ヘリコバクターピロリの除菌療法に用いられる。1970年代に、 対象製薬が創生し、1991年にアメリカ合衆国のアボット社によって市販された。マクロライドの化学合成は大変難しく、クラリスロマイシンはエリスロマイシンの就職にって生まれた半合成マクロライドである。クラリスロマイシンは微生物のリボゾームの50エソサブユニットという部分に結合して、タンパク質の合成を阻害する。マクロライドの作用は、 主に正菌作用、増殖の抑制である。クラリスロマイシンは、原形薬のエリスロマイシンと類似の抗菌活性を有しているが、レジオネラなど一部の菌にはより強い抗菌活性を持ち、ほぼすべての点でエリスロマイシンよりも優れいる。高濃度では、インフルエンザ菌、肺炎球菌、リン菌などの一部の菌に殺菌的にも作用する。エリスロマイシンとは異なり、 クラリスロマイシンは酸に対して安定で、コーティングなどで胃酸から保護しなくても、経口投与できる。ほとんどが腸から吸収され、かなり初回通過効果、肝臓での代謝の影響を受けるので、生物学的利用度は50から55%である。これをわかりやすく言うと、口から投与した量の半分ぐらいが、クラリスロマイシンの作用点に当たる部位に到達して、 作用すると考えれば良い。最高血中濃度は投与を開始してから2時間程度で得られる。基本的にはエリスロマイシン同様に時間依存性の抗生物質と考えられているので、除法製剤も米国では利用できるバイアクシに XL1 日1回の投与で良い。日本では未認可、白血球などの食細胞に蓄積する作用があるため、濃度的に 病変部へ輸送され、全身の組織内では、血中濃度の10倍以上の濃度を得ることができる。最も高濃度になるのは、肝臓と肺である。主に肝臓で、代謝されるが、代謝産物の中で14、ハイドロキシクラリスロマイシンは、クラリスロマイシンのほぼ2倍の活性を持っている。クラリスロマイシンの半減期は5時間で、14、ハイドロキシクラリスロマイシンのそれは7時間である。 これは、エリスロマイシンの血中半減期の数倍に相当する。したがって、除法化されていなくても1日に、3回の内服で良い。クラリスロマイシンと、その代謝産物は、尿と単汁へと排泄される。もっとも、相当重症、クレアチニンクリアランスで30未満でない限り、腎不全で、投与量を就職する必要はない。肝体社交素子とクロム P450。 サイプ 3A4 阻害作用を有する。したがって、サイプ 3A4 で代謝される薬剤と併用したとき、併用薬剤の代謝が阻害され、血中濃度が上昇する、薬物相互作用が生じる、火星がある。クラリスロマイシンに限らず、マクロライドの基本的な用途は、ペニシリン系やキノロン系がアレルギーなどにより近畿で、ある人に対する、 連鎖球菌などのグラム陽性菌感染症の代替薬ある。さらに、第一選択となる、主なものには、ベータラクタム系が向こうのマイコプラズマリケッチや、クラミジアによる感染症がある。原型薬のエリスロマイシンがかなり臨床的な、使いづらさのある薬剤、1日4から6回も飲まなければならない、消化器症状が強いなどであるため、クラリスロマイシンは、 多くのマクロライドの用途において、アジスロマイシンなどと並んで、マクロライドの顔として、広く用いられている。他、インフルエンザ菌への活性はエディスロマイシンよりも、優れている。アジスロマイシンやロキススロマイシンとどちらが優れて、いるかは大変難しい問題である。非定型抗酸菌やヘリコバクターピロリのように、クラリスロマイシンによる治療が確立しているものに、理由もなく、 アジスロマイシンを代替薬として用いる必要はないだろう。新しい薬がいい薬とは限らない。しかし、一方でアジスロマイシンの薬物動態学的特性、飲ませる気が短く、回数も1日1回で良い。見かけの分布容積がとても大きいは魅力的であり、マクロライドという服薬コンプライアンスが悪く、つまり味が悪く、 耐性菌の問題が深刻になっている薬剤では、重要な利点である。次に、一般論として、アジスロマイシンの優位性を主張する指揮者も存在する。成人での追加治療は 400mg、日。非結核性抗酸菌症に対しては 800mg、日。一般には、クラリス、クラリシとト上二条一日二回、エイツ患者の非結核性抗酸菌症の治療などでは、 増量。各感染症について、何か投与を続けるかは、疾患や病状、医師により異なる。外資店陰頭炎では10日が推奨されている。胃潰瘍、十二指腸海瘍における、ヘリコバクターピロリの除菌で七股剤と併用が、日本では保険適用とされている。期間も重要であるが、耐性菌の問題もあるので、服薬コンプライアンスに注意を払う必要がある。 ことに減熱後の症状が取れてきた時期が問題である。小児では、クラリス、クラリシッドドライシロップ、内脂錠剤で10から1 5ログラム、日1日2から3回。その他、ジェネリック医薬品、後発医薬品の各剤系が各社から発売されている。クラリスロマイシンの近畿は、本剤にアレルギー反応を持つもの、ピモジド、 エルゴタミン含有製剤、スボレキサント、ロミタピドメシル酸塩、タダラフィル、アドシルカ、チカグレロル、イブルチニブ、アスナプレビル、バニプレビルを投与中の患者、肝臓または腎臓に、障害のある患者で、コリュフィチン服用者。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。